エゾセラスは日本の北海道で産出しているノストセラス科のアンモナイトの属、一般に異常巻きと呼ばれるアンモナイトのグループである。エゾセラスノドサム、エゾエラスミオチュバキュラアタム、エゾセラスエレガンスの3種が発見されており、いずれも後期白亜紀コニアシアン紀の種である。エゾセラスノドサムとエゾセラスミオチュバキュラアタムの2種は、 北海道三笠市に分布するコニアシアン街から発見され、1977年に松本達郎が親族新種として記載、発表した。俗名はイエゾとセラスに由来する。その後2015年から2017年にかけた北海道羽幌町での発掘調査にて、横浜国立大学大学院の修士課程学生であった、 岩崎哲郎が異常巻アンモナイトの標本を2点採集した。2018年初頭に三笠市立博物館の相場大輔は標本が新種のアンモナイトである可能性を指摘し、標本は三笠市立博物館に寄贈されることになった。同年夏に相場は同館の唐沢田たえのぞみとともに発掘調査を行って5点の新標本を採集。また、 上官に別種として常設展示されていた標本も新種のものである可能性が浮上した。国立科学博物館や九州大学、総合研究博物館に所蔵された標本との比較の結果、これら営発展の標本は新種であると結論づけられ、上記2種の命名から44年後の2021年1月1日に新種エゾセラスエレガンスが発表された。 異常巻きあんもないとの一つ。種によって細かい特徴は異なれどドリルにも似た螺旋状の尖った殻が特徴的である。成長末期の重棒からは襟状にらが飛び出し突起が膨らんで小ブになっている。また、原生のカタツムリやサザイなどの巻き貝の殻の巻き方が種ごとに共通しているのに対し、異常巻きあんもないとは 同一種内でも右巻きの個体と左巻きの個体が確認されている。それはイゾセラスも例外ではない。三種とも産地が北海道内に限られていることから北西太平洋の固有の属であった可能性が高い。また、コネアシアンキの間に種分化を遂げたと考えられている。日本古生物学会はアンモナイトの CT スキャンデータを一般公開しており、 エゾセラスノドサムとエゾセラスミオチュバキュラータムも、三笠市立博物館が所蔵する標本、MCMA1135 と MCMA1395 のデータを、オンライン上で無料で、ダウンロードできる。ありがとうございます。